Number 10. Y tu mamá también. エネルギーを持て余している17歳のフリオとテノッチは、親戚の結婚式で美しい人妻ルイサに出会います。彼女の気を引くため、口から出まかせで天国の口という名のビーチに誘います。最初は軽くあしらっていたルイサでしたが、夫の浮気が発覚したことをきっかけに、二人の少年に幻の楽園に連れて行ってほしいと願い出るのですが、ゼログラビティ、ローマなどのアルフォンソ・キュアロンによる母国メキシコで撮られたロードムービー。エネルギッシュなメキシコを舞台に、男二人、女一人という黄金の三角関係によって、時にコミカルに、時にやるせなく描かれています。旅の道すがら、メキシコの社会情勢もリアルに映し出されています。メキシコには、すべての生命が息づいている、という劇中のセリフをそのまま映像にしたかのような作品です。まばゆいばかりの太陽が降り注ぐ中、性に対して開放的な描写が特徴ですが、最も印象的なのが、クライマックスのラブシーン。海辺のバーで、ジュークボックスのメロディーに合わせながら、3人が重なり合い、踊り、そして、アンタイトルムービーへようこそ。今回の動画は、さまざまなメディアで発表された、映画の中のラブシーンランキングを当チャンネルで再集計。独自のトップ10をお送りいたします。Number 9. The Unbearable Lightness of Being. 1968年、民主化運動、プラハの春で民主主義の自由を謳歌するチェコスロバキア。脳外科医トマシュは、女流画家サビーナをはじめ、何人もの女性と関係を持っていました。ある日、ウェイトレスのテレーサと知り合ったトマシュは、彼女の魅力に惹かれて同棲を始め、やがて二人は結婚します。一方で、トマシュとサビーナとの関係は、そのまま続いていました。そんな中、ソ連がチェコに軍事介入し、状況は一変するのでした。一人の男性と、対照的な二人の女性との不思議な三角関係とともに、冷戦時代の激動のチェコスロバキアを描いた、社会派の側面を持ち合わせたラブストーリー。この作品での印象的なラブシーンが、ダニエル・デイ・ルイスとレナ・オリンの鏡プレイ。行為の最中、自分の姿を鏡に映し、うっとりと満足感に浸り、床に置かれた鏡の上にまたがり、鏡越しに男と女は言葉の駆け引きをする。鏡をプレイとして使っていただけでなく、鏡を使った微妙な心理描写も実にうまく描いていました。さらにもう一つ、印象的なラブシーンが、レナ・オリンとジュリエット・ビノシュが、お互い生まれたままの姿をカメラで撮り合うというシーン。カメラを通して被写体を撮るという行為は、相手を摂取するという行為にもつながり、その光景は実に感動的です。Number 8. Brokeback Mountain. 1963年、ワイオミング州、ブロークバックマウンテン。羊の放牧管理の季節労働者としてやってきた青年、イニスとジャック。二人は過酷な労働を通して友情を深めていきましたが、ある夜、彼らは一線を越えてしまいます。契約を終えた彼らは、再会の約束をすることもなく、別れ、その後二人は結婚し、子供も生まれて幸せな家庭を築きます。4年後、イニスとジャックは再会を果たし、お互いの愛を確認したのでした。時代は1960年代、しかも保守的な田舎町。イニスとジャックのような関係が世間に知れると、リンチされ、命まで奪われてしまうという閉鎖的な世界。彼らは、現実には存在しない理想郷、ブロークバックマウンテンで、密かに愛を育みます。広大な自然の中で紡がれる愛の物語は、これほどまでに美しい映画があっただろうか、と思うほど、静かで、かつ情熱的な作品です。こちらの作品は、LGBTQ 映画5000でも紹介しています。Number 7. Team America. World Police. 世界の平和を守る国際警備組織、チームアメリカ。パリに潜んでいた過激派を一掃する中、北の独裁者が過激派に大量破壊兵器を売りさばこうとしているとの情報をつかみます。チームアメリカは、ブロードウェイ俳優、ゲイリーをリクルートし、おとり捜査の実行を計画するのですが、
サウスパークの制作陣によるリベラル系のハリウッドセレブや中東の過激派、北の独裁者などの人物を徹底的に笑い飛ばした政治風刺人形劇。世界の文化遺産をこっぱみじんにしてしまい、実名のハリウッドセレブを八つ咲きにしてしまうという過激っぷり。世界の警察を気取ったアメリカに対する自虐も込められています。実在する人物を模した人形がバラバラになったり、壮絶なリバースシーンがあったりと、人形劇にもかかわらず R18 指定となってしまいます。そして最も問題となったのが人形によるラブシーン。ありとあらゆる体制で愛を交わすその光景に思わず絶句です。No.6 Body Heat。 プレイボーイの弁護士ネットは、ある蒸し暑い晩、白いドレスの女、マティを見かけ、心を奪われます。すぐに彼女を口説きにかかりますが、結婚しているからと軽くあしらわれます。その後も彼女のことが忘れられないネットは、バーで偶然、マティと再会し、じらされながらも強引なアプローチが実って、彼女の家に招かれ、二人は激しく求め合います。その後も二人の関係は続き、やがてマティの夫の存在が邪魔になり、ある計画を立てるのですが。ビリー・ワイルダーによるフィルム・ノワールの古典、深夜の告白を元にした犯罪サスペンス。重苦しい夏の夜の暑さと、気だるい大敗的なムードが漂う中、魅惑的な悪女、ファム・ファタールに翻弄され、陰謀に巻き込まれていく男の姿を描いています。あなたが私の体に火をつけたんだから。危険な女だと分かっていても、彼女の魅力に溺れていく男。うだるような暑さの中、汗が絡み合うように激しく愛を交わす光景が印象的です。 No.5 A History of Violence。 田舎町でダイナーを営み、弁護士の妻エディと子供たちに囲まれた平穏な日々を過ごすトム。そんなある日、ダイナーに押し入った強盗たちを返り討ちにしたトムは、大々的に報道され、一躍有名人に。それを機に、怪しげな男たちが彼を訪ねてきます。彼らの出現により、トムの過去をめぐる黒い疑惑が浮上し、平穏だった一家が暴力の渦に飲み込まれていきます。カルト映画特集、変態映画特集など、意識せずともちょいちょい顔を出してくるデビッド・クローネンバーグのバイオレンスサスペンス。鮮烈なバイオレンス描写に圧倒されますが、その流れでのラブシーンが象徴的に描かれていました。映画序盤、まだ一家が平穏な時、トムと妻のエディは子供が留守な時を狙い、妻がチアリーダーのコスプレをし、お互いが知らなかった10代に戻って二人は愛し合います。そして中盤、夫の過去をめぐって不信感を募らせる妻に対し、トムは階段で力任せに激しく彼女を求めます。この2つのラブシーンを対照的に描くことで、トムという人間の二面性を見事に表していたのでした。 No.4 91 halves weeks。 ニューヨークの画廊に勤めるエリザベスは、ある日チャイナタウンでジョンという男と出会い、2人は互いに惹かれ合います。エリザベスはジョンから様々な盗作的な行為を受け、彼女の内側に潜む潜在的な欲求を開花させていきます。めくるめく体験の虜となったエリザベスに対し、ジョンの要求はますますエスカレートしていくのでした。偶然知り合った男が仕掛けるサディスティックな行為によって、女の内側に潜む様々な感情が目覚めていく9週間半を描いたラブストーリー。前編にわたって映し出される感動的なラブシーンが話題となりました。目隠しをして彼女の体に氷をはわせ、さまざまな食感の食べ物を口にさせる。雨の路地裏で激しく求め合い、逆光ライトが雨に濡れた二人のシルエットを浮かび上がらせる。どうしてわかったの？私が言うこと聞くって。アメリカの映画専門サイトムービーフォンが発表した歴代映画のセクシーなカップルでは、この映画のミッキー・ロークとキム・ベイシンガーの2人が第1位となりました。やっぱりこの頃のミッキー・ロークはセクシーですね。22年後の姿はこちらの動画で紹介しています。
Number 3. Secretary. 施設から退院したばかりの女性リーは自分自身を責める行為を繰り返していました。社会に出るためタイプを学び、ほどなくして弁護士事務所に秘書として就職します。雇い主の弁護士グレーは変わり者で、リーのタイプミスを何度も打ち直させ、彼女の癖を執拗に指摘します。そしてグレーはリーにお仕置きとしてお尻を叩き始めるのですが、デスクに両手をつけ。雇い主と秘書が支配と従属による濃厚な結びつきを生み、変態的行為にエスカレートしていきますが、実はキュートなラブストーリー。詳しくは変態映画第6弾で紹介しています。Number 2. Mulholland Drive. ハリウッドを一望に見渡せる真夜中のマルホランドドライブを走る車が事故を起こします。一人生き延びた黒髪の女性は女優志望のベティの部屋に忍び込みます。黒髪の女性は自分が事故で記憶喪失になっていると打ち明け、ベティは彼女の失った記憶を取り戻すことに協力するのですが、カルトの帝王デビッド・リンチが織りなす一度見ただけではなかなか理解できないミステリー。記憶喪失の女は何者なのか、過去に何があったのか、今見ているのは果たして現実なのか妄想なのか、そもそも全て現実ではないのでは。ヒッチコックのめまいのように突き詰めようとするとクラクラとめまいを覚えてしまう作品です。謎が全て解けなくとも魅惑的なリンチワールドに酔いしれてしまいます。混沌が深まっていく中、謎を追っていくうちに二人の女性は次第に惹かれ合い、生めかしく絡み合う。あなたとしたいわ。迷宮に入り込んだような世界の中、女たちの愛憎も複雑に絡み合っていくのでした。Number 1. Don't look now. ジョンとローラのバクスター夫妻は、マナ娘クリスティンを水難事故で亡くしてしまいます。数ヶ月後、ジョンの教会修復の仕事で、夫婦はイタリアのベネチアに訪れます。そこで年老いた姉妹と遭遇し、盲目の妹は、二人の間に娘クリスティンの姿が見えたと告白します。それ以来、妻のローラは人が変わったようになってしまい、夫のジョンは、不可解な光景を目にするようになるのですが、水の都ベネツィアを舞台に、水難事故で娘を亡くした夫婦が娘の幻影に翻弄される様を描いたオカルトスリラー。オカルト要素が強い作品となっていますが、死んだらそれで終わり、霊や迷信を信じない夫ジョンと娘の血を受け止められず、霊や迷信を盲信的に信じる妻ローラを通して男と女の決定的な違いを描いた作品でもあります。深く愛し合っていても、男と女には深い深い溝がある。それを強調するために演出された2人のベッドシーン。成人指定を避けるために、外食に行くために身支度をするシーンが無造作に挟み込まれながら、2人が激しく絡み合う。別のシーンが無造作に挟み込まれるという演出は、後々の大きな伏線となってきます。このドナルド・サザーランドとジュリー・クリスティによる映画史上最も濃厚と言われるベッドシーンは、上映後実際にしているのではという噂まで広まってしまうほど真に迫ったものとなりました。本作は身の毛もよだつサイコスリラー6選でも紹介しています。 最後までご視聴ありがとうございました。